久保さん。継続するものには継続するものが集まる。いいっすね。はい。まあ、あの、多分ね、久保さんのところにもお世話になったっていうところで、久しぶりにですね、メッセージが来まして、松本さんっていう人なんですけど、発達障害で、まあ、会社やってる人なんですけど、多分も、久保さんのところにも、うん、ちょびちょび行ったんじゃないですかね。そういう風に書いてあったんで。で、なんか商品、 ようやく販売、セミナー映像販売できましたみたいなで。まだ売れてないんですけどっていうとこで。じゃあ売るためにはどう,すどうすればいいのかっていうアドバイスを動画でさっき作ったんですけど。嬉しかったですね。チャンネル登録者数800人ぐらいになってて。多分ね、この方とちょセミナーにも来てくれたんですけど、多分ね、もう会って結構経つんですよ。多分3、4年結構経ったと思います。で、久しぶりに連絡して、あまだ続けてくれてたんだみたいな。<laughs> 嬉しかったですね。 うん。あの時って YouTube、うーんみたいな話だったんですよね。最初 YouTube やればいいじゃないですか、みたいな。だけ今800人いるらしくてすごいっすね。ちょっとびっくりしましたね。うん。なんかその、いただいたのが、そのなんだあの、うんと、いただいたのが、その、えっ、ー、と、ここですね。ここ、ここ。 あれじゃあ書いてなかったかなノロマのあここだ亀のようなノロマなスピードで大変恥ずかしいですがようやく動画セミナーの商品を販売するようになりました亀のようなノロマなスピードで大変恥ずかしいですがようやく動画セミナーの商品を販売するようになりましたで動画のコンテンツを売りましょうって言ったのが多分3年前ぐらいなんですよ だからこの販売、販売するまで3年ぐらいかかってるんですよね。<laughs> 確かにまあこれ遅いですね。スピード的には確かに遅いです。だ3年前にもうね、販売すればいいじゃないですかってずっと言ってたんで。で、ようやく3年後ね、ようやく販売できましたみたいな。でもこれを思ったのが、まあ確かにスピードは遅いんだけど、結局やっぱ、その、販売できしたっていうあの、発信は続けたっていうのが、 やっぱね、すごいなと思います。うん。まあ、多くの人って、これできないんで。うーん、やっぱ続けられないんすよね。とにかく。とにかく続けられないですね。うん、だから、亀でもいいし、アリでもいいから、とにかく続けろと。うん、なんか続けなければ何も始まらないのかなっていう思いますね。だってその、ゴールがあるじゃないですか。 単純にそのゴールに行くのって、ありでもいいですけど、この一歩がどれだけ遅かったとしても、前に進まない限り、こっちに行けないじゃないですか。え、なんかワープってあるんですかなんか、ドラえもんのどこでもドアって今売ってるんですかね売ってないですよね、久保さん。<laughs> ドラえもんのどこでもドア。じゃ、どこ、どこでもドアがないんだったら、ここのゴールに到達するために、もうどんな小さい一歩でも、前進するしか道はないんですよ、ここに行くために。マジで。 ま、ドラえもんのどこでもどうあるんだったらわかんないでそういう秘密動画があるんだったらわかんないですけど、人間ってそもそもね、あの、成長のプロセスって、いきなりその、前なんかブログかなんか、なんかの記事で書いての、なんかまあこれ言ってるかな。なんかあの、変身ベルトつけるじゃないですか、仮面ライダーって。で、変身ベルトつけて、変身って言うと、人間からいきなり仮面ライダーになって、ギャめっちゃ強くなるわけじゃないですか。そんな変身ベルトって人間持ってないんですよ。あれはアニメの世界であって、 人間の成長プロセスって、あの、積み上げないと成長絶対できないと僕は思ってます。でもね、動画見てる人の中で、いや、吉田さんと、いや僕は一回やっただけであの成長できるんですみたいなね。僕ちょっと天才なんで、別に一回ちょっとやっただけでもうすぐ成長できるし、結果出せますよっていう人がいるんだったら、まあ見てないと思いますけど、あの、絶対的な量だったりとか、絶対的な時間だったりが必要なんですよ。前、クックの話もしたような気がするんですけど、 空気も一回ね、聞いて覚えるってことは無理なんで、無理だと思います。うん、中にはいるかもしれないですけどね、天才が。そう。だからまあ、うん、もうありでもいいんで、前に進むことをやめないってことですね。で、あと大切なことは、ただ前に進んでるだけじゃダメで、その前に進む過程の中で、軌道修正したりとか改善していくっていうことも同時並行でやっていくってことが大事ですね。だからビジネスなんかは結果を出さないといけないので、 例えば、俺はこの商品売りたいんだって言うじゃないですか、で売りたいんだ、売りたいんだ、じゃあ、売れなかったらどうするのって話で、それを軌道修正して新商品また投入するなり、改善するなり、その企画か変えるなりして、軌道修正しないとだめなんですよ、でもその頑固一徹でね、いや、俺はこの商品が、情熱かけてこの商品な,な,なんだって言ってたら、潰れますからね、当たればいいですけどね。 それはまあ臨機応変に軌道修正ですよ。だシャープさんみたいにマスク作り出すみたいなね、軌道修正をしたりとかね、時にはね。シャープがね、マスク作るってやばいじゃないですか。うん、びっくりしましたよね。<laughs> あの修正っぷりにはね、マスクまで行くかみたいな、ついにみたいな。<laughs> 多分まあ今、シャープが作ったマスクってプレミア感覚ついてるんですかね。まあ、どうなんだろう。まああれはね、僕の中でね、衝撃的でしたね。シャープがマスク作ったのは。マジで衝撃的でした。 衝撃的じ事件ですよ。あのシャープがマスク作ったっていう。うん。だからビジネスやっていく上では、いろんな遭遇がありますんで、そこの軌道修正をしていかないとあ、無理です。だから店舗、コロナの状況でね、店舗ビジネスやってて、いや、俺の店はね、めちゃめちゃうまいから、味に自信があるんだ。今まで行列もできてたんだ。味一本でね、サービス、セルフサービス。 味で勝負してきたんだと。味があればなんとかなる。コロナ関係ねえみたいなね。誰も来ないですよね。<laughs> 誰も来ないですよね。東京自粛してくださいみたいなね。無理ですよね。潰れますよね。そんなんやつたら。だらそれ臨機応変にやっていかないと、だから変化する力、だからその対応していく力ですよね。それもビジネスの上で必要ですから。だからそれとプラス前に進むってことですね。 前に進みながら軌道修正していく。アリさんがね、あこっちの数じゃないなと、こっち目指してるんだけど、あちょっと違うなあ、こっちだ、みたいな。うん。あこれ途中でなんかいいもの拾ったら、よしこれ拾っていくぞ、とかね。うん。なんかいい動画見つけたら、あこの動画で言ってることおもろいな、つって、じゃあ吸収して、じゃあゴールに持って帰るとかね。 あまあそういうね、家庭の中でいろいろなこのエッセンスというかそれは必要なんですけど、ただまあ本質的な部分で言うならばゴールに到着するためにはどんな一歩でも小さい一歩でも踏み出さなければゴールにはいけないっていう事実です。事実です。嘘じゃないですよね。嘘ですか僕の言ってること。嘘じゃないと思うんで。でもこれね、深く認識してる人がめちゃ少ないんですよね。マジで少ないですね。 当たり前のことなんですよ。だ僕とか久保さんが言ってることって結構当たり前のことなんですけど、ほとんどね。だけど、それを認識してる人が少なすぎる。うん。だからこれはね、深くやっぱ認識して、あの、当たり前のことはやっぱり当たり前にやっていかないと、当たり前に人生変える当たり前に月収100万稼ぐなんてことは無理ですから。うん。はい。いってらっしゃい。